アークナイツ4周年での神スカウト紹介。おお。まず4周年の前に、実装順が古い星5星6キャラはスカウトから出なくなります。画像が小さすぎる。概要欄に貼っておきます。出なくなったらどうやって入手するの？中堅スカウトが新しくできて、そこに分離されます。それで神スカウトとは？この中堅スカウトのピックアップ対象のキャラを自分で選べます。ほうほう。中堅スカウトのキャラも上級資格証交換に並びますが、この時はピックアップ待ちになっていました。ピックアップに選べる星6はこちら。なんか少なくない？全員から自由に選べるわけじゃなかったです。どこか神なんだか。目玉と思われるバグパイプが入ってないのは残念です。星5のピックアップ選定対象はこちら。星5も全員じゃないのね。ではスカウトを作りましょう。未所持のキャラは分かりやすくなっています。サリアを持ってないらしい。当選持ってないサリアを選びまして、星5も持ってないキャラをメインに選択。青色背景のキャラが交換対象です。これで僕だけのオリジナルスカウトができました。じゃあこれを引くんだね。交換だけした。